ハロー YouTube ということで、お久しぶりの、大人気悪天シリーズということで、今日はですね、先日決算発表があった楽天、そしてですねモバイル事業、今後の見通し等についてですね、解説をいたしたいと思います。先日決算発表がありましてですね、その後、株価が続伸しております。決算発表当日もストップ高になったんですけれども、その後もですね堅調で、今時価総額 1.7 兆円ぐらいまで、もう本当一時期は1兆円切るところまで来てたんですけれども、株価が今のところ好調で推移をしているということで、ただですね、財務基盤はですね非常にまだ厳しいままでですね、2500億円ぐらいですかね、あのアメリカで、利率 12% ぐらいの社債、ドル建ての社債ですね、円安になったらやばいって言われているあの社債ですけれども、最近のですねニュースリリースというか、決算資料を見るとですね、主要4行ですかね、銀行からの借り入れがですね、かなり減っていると、4割減とかっていうふうに出てましたかね。ということでですね、まあ、あのゼロ金利状態のですね、日本の銀行からのですね低利の借り入れをですね、高利率、12% ぐらいのですね、米ドル建ての社債で、調達したりとかですね、先日も1000億円規模のですね、議決権のない、いわゆる配当優先株ですかね、これがまあどれぐらいの利率というか利率配当ですかね、これ実際無配で出すのか、議決権なしのですね社債型の株券を上場させるという計画なんですけれども、個人向けにおそらく売られると思いますけれども、さてこれどのような、立て付けになるのか。今回ですね楽天無配の代わりに、昨年12月末までの株主にですね、SIM カードをタダで付けると、1年分の楽天モバイルタダで使わせるというような、これも株主数十万人いる株主に対してですね SIM カードを送りつけることによって、とりあえず表面的な加入者数を増やしていくという一つの一環、もちろん楽天の株を持ってるわけですから、楽天の株基本的には楽天を応援している人たちだと思いますので、株価上がった方がいいので、彼らが契約してくれるんじゃないかと、そういったところも狙ってのことだと思いますけれども、当然アープは落ちるわけですよね。あとですね、先日伊藤忠商事の代表の方にもお会いされたらしく、伊藤忠の例えば携帯がですね全部、楽天モバイル法人向けのねになったりとかですね、さまざまな動きがなされる中、株価がなんでこんなに上がってるんだと、いうようなところで非常にいぶかしがる方々いらっしゃいますけれども、先日お伝えした通りですね、 KDDI が三菱商事と折半出資で、要はもともと三菱商事が持っていたローソンの株半分、KDDI が買い取るということで、業界これ以上ですね通信業界を大幅にその売り上げが伸びることないので、その周辺領域ですね、スマホ携帯のですね決済、機能の囲い込み、こういったところに舵を切っているわけで、実は伊藤忠商事ですねファミリーマートを 100% 傘下に持っているということで、こちらの方ね伊藤忠と組まずに三菱商事と組んでローソンを手に入れたということが、KDDI これからどういうふうな動きをするのか、楽天球団自体はですねもう売りに出てるというふうな噂が非常に立っておりますし、楽天の資金繰りは今年も含めて来年もですね数千億規模の社債の償還迫られているので、財務状況を決して良いとは言えない、国内の低利の融資からですね、国外のですね、米ドル建ての、ジャンク債レベルのですね社債を出さなざるを得ないような状況にいて、依然厳しい状態が続いている中でですね、楽天モバイル外注さんを切りまくっているということで、これ外注何かというと基地局の、開設の外注さんだと思うんですけれども、完全にその KDDI のローミングをですね前提としたストラクチャーに変わっていて、プラチナ、せっかく手に入れたプラチナバンドの基地局設備もですね大した額投資をしないということで、
もしかすると楽天モバイル撤退戦に入ってる可能性もあると。で、楽天モバイルが撤退戦に入るってどういうことか、 KDDI グループに入るということもですね、十分考えられるかなと。三木谷さんの持ち株比率も 28% ぐらいまで下がってるんですかね、 30% を切って、これはまあ奥さんの分とか資産管理会社の分合わせても3分の1を余裕で下回り、 30% も割ってしまっているという状況なので、 TOB かけられたら、まあ、プレミアムにもよりますけれども、相当、まあ、相当額ですね、プレミアムつければですね、既存株主を応募してくる可能性は高いと。で、あのサイバーエージェントの、先日のですね、第三者割手増資100億円男気出資なんていうふうに言われましたけれども、まあ、どっちに転んでも、いや要は三木谷さんが頑張って最後までやり遂げても、途中で万歳してですね KDDI に買収されても、どちらにしろ儲かるということだったんじゃないかなというふうに考えるとですね、もしかしたらもうすぐ X デーは近いのかもしれないと。まあ、このままですねじわりじわりと楽天が苦しむのを待つという選択肢もありますけれども、まあ、十分楽天経済圏金融とですね EC 含めればですね、非常に好条件の買収になる可能性は僕は十分あると思いますので、 KDDI の時価総額考えればですね、十分買収しても問題ないのかなと。で、今みずほとかね、虎視眈々と彼らの金融機関ね狙ってますから、もう楽天銀行半分、もう楽天銀行楽天証券ですね半分近く持っていかれてるので、こういったところもですね、傘下にあるうちにですね買収をする、それはプレミアムつけて買収をする、これはね全然十分あり得る話だと私は思いました。タイミング的には例えば ZOZO タウンをですね、スタートトゥデイを前澤さんが、売った時みたいな形で、まあ、かなり、ね、いろいろ苦しいところはあったと思うんですけれども、結果としてエグジットできてですね自由の身になれてよかったっていう話ではあるんですが、まあ、三木谷さんがどういう条件を出すか、そういったところにですね KDDI の買収の、可否というものは寄ってくるのかなっていうふうに思いました。ただ、まあ、これ KDDI グループに入るということになればですね、非常に大きな、ビジネスというか大きな業界再編になると思いますし、海外展開も含めてですね、再びですね、まあ、盛り上がっていく、そういった流れになることは考えられると思います。ということで、今日は楽天の買収の可能性について、お話ししました。どうでしょう。ドコモ、AU、ソフトバンク、どれでもつながるホリエの Wi-Fi、 タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながるホリエの Wi-Fi、 ホリエの Wi-Fi でいってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、いってらっしゃい。インターステラテクノロジーズでは、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております。